使ってた技のパターンをやっていきたいんだけど、いやそれ自分もよく使うんだけど、あの手を持たない感じの草刈りで何回か説明したことあるんだけど、1個目はもう本当に普通にこういう状態からこういう状態で立って横から相手が立ってくるところここに一応ここである、とりあえずこの話聞いてれば相手殴ってこれないから、そういうところで普通に倒してるだけなんだけど、どっちでもいいからこの足使って、今こっちが前に出てったらこっちの足の方が取りやすいから、この左足の方がこっちちょっと前にしてる、ちょっとこっちでこう当てとけば入ってこれないけど、これ引っ掛けてそのまま入れ替えるだけなんだから、もう本当にベーシックな草刈りを手を持たないと、こうやってやったら絶対こっちで引いてあげる、これだからもう来たらこっち来たら、これが普通に簡単にこういう風にできるようになれば、そんな難しい技じゃないからしっかり覚えてまたいくんです。ちょっとこれだけ普通にこのまま山田壮太郎君が多分立って、こっちに立ったところもこのまま、これも俺すごい大好きですって使うんだけど、ここの肩持ってこれで押して入れ替え、こういう状態かな、あ、普通に立って持ってか、これ多分こういう風にして、多分パウンドこいつこういう風にして立って普通に立つかな、立ってきたところこれ離してここ持ってもそのまま押すだけで